日本航空よりご搭乗時刻のご案内をいたします。東京羽田空港行き12時5分発668便の飛行券のご案内は、搭乗口2番にて11時50分過ぎ11時50分過ぎを予定しております。こちらの便を担当いたしますのは有木でございます。ご不明な点はどうぞお気軽にお申してください。なお、こちらの便は羽田空港上空混雑の影響のため管制より出発待機の指示を受けております。そのため離陸まで機内にてお待ちいただく可能性がございます。それに伴いまして、羽田空港到着時刻は米国よりも10分遅れまして13時45分、羽田空港到着時刻は午後1時45分頃を予定しております。なお、管制からの出発待機の指示は変更になる場合もございます。あらかじめご了承ください。